ということで、ディズニーに来ました。はい、今から中に入りたいと思います。ありがとうございます。はい、気をつけて行ってらっしゃい。晴れたよ。よし、じゃあ乗ろう。はい、ありがとう。ねえ、ドラえもんの浮き山食べる？食べる？浮き山は落ちる場所、私なんでないから分かる。ディミー、どっちでもいいよ。どっちでもいいの？よし、じゃあインディ・ジョーンズ行こう。すごいじゃん。すごいね。キャンバーメイションに。もう今記録しちゃったよ。あ、そっか、撮ってるから。後半を楽しみにだね。じゃあここで撮ろうか。景色綺麗だね。リム身長いける？あ、行けんの？行けんの？こんにちは、時間見ますよ。皆様で4名様で、はい、はい、お誕生日おめでとう。はい、お姉ちゃんの身長の確認ってされてらっしゃいますかね。いえ、話してないですか。はい、はい、じゃあお帽子取って身長測ります。あと服の下かレーブル、はい、うん、はい、バッチリです。じゃあリストバンド巻いてご案内します。ちょっと待って、はい、やっと乗れるね。そうね、おととし乗れなかったのに、うん、身長足りなかった。やっとだね。大丈夫だよ。見てこんなんだ、うん、楽しそう。うん、目怖くなってきた。ドキドキ。私座ってる時が一番怖い。ずっとスタートの時。そう、スタートの時怖い。座る時が一番怖い。すごいよ、ひーちゃん。大変。骨がいっぱい。本当だ。でもね、インディ・ジョーンズの映画ね、ちょっと見たら、ね、人殺してたから怖くてやめた。
どうだったしーちゃん。めっちゃ楽しかったよ。あのね、一つ疑問に思ったことがあるの、うん、なんで息が浮かないのか。普通ジェットコースターいい浮くじゃん。落下するのなかったじゃん、うん、じゃあ落下したの。でもちょっとだよ。なんでちょっとだから。車だからだよ。だからめちゃくちゃ楽しかった。息がないし、あのね、音もすごかったし、あーなんか楽しかった。意味はね、骸骨がね、ダメだった。骸骨怖かったね。音がすごい大きすぎてガンガン頭に来て、うん、嫌になっちゃったんだって。じゃあ楽しいの行こう。楽しいの行こう。ねえ、センター虫ハウスって怖い？わかんない、乗ったことない。ああ、もうやだよ。ちょっと。なんでやだの？怖い。あと私さ、あのさ、私さ、インディ・ジョーンズも怖いって言ってたよ。うん、でも面白かった。面白かった。でもママがさ、最後にさ、うん、前がほんと楽しいよって言うから、それぐらい楽しいんだよ、うん、パパもさ、一回転するやつを怖いって言ってる。うん、怖い。いや、多分これはでも楽しいんだと思った。腹頑張って乗ったら楽しかったって思った。ひまちゃんとかもみんなこれが好きなんですよ。うん、大丈夫？ひっくりした。危ない。6人乗りだよ。乗るよ。はい、今10時半です。あと30分しかないんですけど、全然乗れてないです。何乗ったっけ。インディー、インディーだけ。やばい。で今が海底2万マイルで、あとギリギリファストパスで、ファストパス取りたい。なのでアトラクション2個とファストパス2個目が限界かな。乗ってあげる。もうやだ。